床面積の記入の仕方についてご説明いたします。オレンジ色の部分が記入の対象になります。ご自宅の住宅全体の床面積を記入してください。2階建て以上の場合は2階以上の床面積も記入してください。地下室や屋根裏部屋の面積も床面積の合計に含めます。例えば 1>, 1階が50平方メートル2階が40平方メートルの一戸建ての場合床面積が合計90平方メートルになりますので床面積の合計に901階の床面積に50と記入します同居世帯がいる場合同居世帯が使用している部分の床面積も含めますアパート マンションなどの共同住宅の場合は、専用の部分の床面積のみ書いてください。坪数を記入される場合は、面積の単位換算早見表が記入の仕方の最後のページにありますので、参考にしてください。